行きますか、助けに行きますか。ここから登れる。じゃあ俺はここで待つ。おいおいおい、待ってろ。開けてくるよ。若くねえもんな、俺より25年も。ネイトさん何歳なんだろう。35ぐらいかな。だとするとサリーは60歳ぐらい。でも来てんじゃん。待ってるっつったのに。さすがに落ちると死ぬな。おい、助けてくれ。おいおい、反対側に何があるかわからない。ねえ、それは言えてる。じゃあどうするんだ。横から行こうか。登って偵察してくる。安全なら知らせるよ。こっち行けるか。よし。サリー、別にあんたのためについて行ってるわけじゃないんだからね。サリー言ったじゃん、今更ネイト裏切るわけがないだろうって。もう20年来の付き合いなんだから。逆にそういうことを言うときって裏切りフラグだったりするんだけど。もろバレだろ、こんな大きな音出したら。なかったけど。よっよっ。すごすぎる。まんまアサシンクリード、わら。アサクルとこれどっちが先なんだろうな。よし。どうやら扉の、てかいる、敵いる。気づいてる？微妙に気づいてるっぽいね。気づかれてるな。サイレンサーないし、撃ったらバレるわな。おい、もうかよ。はあ、完璧だね。どうしよう。敵は3人。1人目は倒せるとして、2人目以降は戦闘か。ヘッドショットで一発で撃ち殺したら、ちょっとはマシか。なんだ。油断するんじゃない。やつはここだ。バレました。痛い痛い痛い。よし、マシンガン。オッケーかな。いるわ、まだまだ。フィニッシュ。近寄られる前にいい場所キープしたい。仕留めろ。おはこーん。おお、おはよう。おっとバカだ、あいつ自爆した。こっちだ。ピストルとマシンガン、やっぱマシンガンだよ、使いやすいわ。来い、誰もいない。全員倒しただけだよ。一体何してた。いっぱいいたよ。まあいつものことさ。いつものことだけど、これだな。よし、手伝ってくれ。これ一人じゃ開けれないよね、どう考えても。あ、不便だけど、戦争とかするんならこういう縄文が必要なのかもしれない。よし、こっちだ。
ごう。でもここ観光地なんだよな。観光地を選挙とかいいのか。サリーここで。先にあえて間違ってそうな道を見る。下がれ。勝手に開いたのが納得いかねえ。やっぱり観光地なんだな、わざわざライトアップされてるし。あれ戻ってきちゃった。これか、内側にあるな。鍵がかかってる。これぐらいなら裏側から銃で弾撃ちゃ撃てる気がするんだけど。え、なんか変なとこ掴んだ。下ろしてくれ。井戸か。井戸も広いな。降りるか。何かあるか。とりあえず水はいっぱいあるよ。誰だ。バレた。やべ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 。はあ。やは。いきなりバレたのは辛かったな。おいや。バレるか。しょうがない。よし。別に手榴弾投げても大丈夫だぜ。そんなことは日常茶飯事だ。誰も気にしたりしねえ。どうやら壺が落ちてるみたいだからもらっていこう。画面暗すぎなんだよこれ。これ来た道だ。でここからさっきに進みたいが、道がわからないな。上か。あった。ネイト、ここだ。おう。下がれ、鍵を撃つ。これは AK の方が下がりすぎた。
よし。こっから行けないのか。ってことは、落ちた。あ、行った。あっちかな。ここか。クソ、なんてこった。サーリー、助けてくれ。ナイスサーリー。ナイスサーリー。進むのはいいが、この裏も何もないしな。こっちか。あったあった。おお。脅かすなよ。よく無事だったの。なかったの？助けに来たんだよ。何から？捕まったこと。死んだとか。え、なんで？タルボットの奇襲を受けた罠だったんだ。お前たちもヤバいかと。確かにヤバいけどね。まあ言ったね。だったら少しは静かにしたら。でも何があった？何回電話したと思ってるんだよ。そうだ、お金をチャージしないと。プリペイド携帯か。海外の料金すごいの知ってんのか？え、私の壊れてる。またか。ああ、会えたんだからいいだろう。こいつを見りゃすぐに上機嫌だ。全部書き留めてやる。エリザベスの情報機関はここまで到達してた。しかも奴らは何らかの秘密結社に属してたらしい。イギリス情報部員やシークレットサービス、ヘルファイアークラブ、ゴールデンドーン、全部繋がってた。じゃあジョン・ディーは？フランシス・ウォルシンガンもウォルター・ローリーもドレク教だってそう、みんな関わってたんだ。彼らの目的は権力、スパイ行為や策略で敵をコントロールすることで。お前ら、待て待て、ちょっと待て。つまりマーローたちは400年前から続く秘密組織に属してる。とっとと結論言ってくんねえかな。ねえ、もう行かないとまずいわ。ねえ、分かった。ほら見ろ。カッター結構教養あるね。話したがりだよ。クオド・エスト・スフェリオス。エストシクートクオドエストインフェリウス。上のごとく下もしかり。そう、それが全ての鍵なんだ。この城で一番高い場所に行こう。では参るか。参りましょう。お見事。クソ、カッターなんかポットでのすぐやられ役のキャラに見えるのに。地下室への道がわかるはずだ。入り口はどこかに隠れてるんだ。これ、そんなわけない。あれが一番高い塔だ。よし、ただ渡ればいいのか。危ない。靴を。こっちは4人いるぜ。それで塔に行くには奴らを倒すしかない。それでこっそり出入りする計画はどうなった。何、今さらやめられない。はあ、こんな近くまで来て。別の道を探すんだ。奴らはここだ。絶対に見つけろ。捕まえたらいたぶってやるぜ。あとの二人はタルボットがフランスで始末した。これ狙撃できたような気がするんだよな。弾を無駄遣いしたくないから。ちょっと音がでかすぎやしないかい。仲間たちに任せてると結構すぐ終わるからね。ちょっと。結構邪魔だよ仲間。やばい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 。
本的にネイト以外は死なないからね。ある意味ほっといても大丈夫なんで。結構痛かった。死ぬかと思った。手榴弾投げたら柵越えなかった。痛い。死ぬ。死ぬ。サブマシンガン。ブラインドショット。三角。あ、そういうことか。逃げろ。残り弾はあんまりないけどな。そうさ、その調子。なんでヒントがあるの？塔の下に入り口がある。塔の一番上に行ってみましょう。普通に上に行けってことか。グレネードは欲しいね。ゲートだ。よし、肩手を貸せ。ネイトさん、一人だと辛いな。よし、下げろ。ついてこい。なんでこんなところに AK が。とりあえず AK で行こう。いっぱいあるわ。つまり今から戦闘があるっていうことだよね、間違いなく。これじゃない、これ来た方か。一周しただけか。ガスボンベ。このボンベも爆発させれるね、間違いなく。ここ行け。ほら来た。おい、居すぎだ。危ない。ほら乱戦じゃないか。そのグレネードはお前の仲間が投げたやつだ。気をつけろ。死ぬ。やつ捕らえられてしまった。ついてこい。ここからか。ここを行け。撃たれてる。下の階に逃げる。仲間たちに任せとこうか。その方が楽な気がする。こ
ったら死なないもん。ショットガンヘッド強っ。なんで勝手に。足も来たん。ショットガンはまずい。俺がショットガンを使ってやる。何に気をつけるんだよ。後ろからも上からも。イベントシーンがびっくりした。なぜ落ちる。右側に、ああ、このこれか。撃たれてるね。当たんねえ。次のとこまで行くか。なんで都合のいい弾よけがこっちからも。都合のいい弾よけがあるんだよね、こんな。合ってんだろ。まったく。ジャンプ器用すぎる。小窓から復帰。やってやる。死ぬんだ。やってるよ。ダメ。どうだろう、ここちょっと痛かったけど。ショットガンいるわ。 AK かな。その調子。あ、扉がある。なんて、はじめからカウンター狙ってみるか。こいつの攻撃に全てカウンターを取るっていうトロフィーもあるらしいから、どんなパターンがあるのかかな。